中日ドラゴンズのジャリエル・ロドリゲス投手、まさかの亡命というニュースが入ってきました。亡命の詳細、そして今後の契約など見ていきましょう。ジャリエル・ロドリゲス投手亡命かということで、南米系のスポーツ記者のフランシス・ロメロさんという記者のツイートがソースになっています。キューバ人投手ジャリエル・ロドリゲス26歳が中日ドラゴンズとキューバ野球連盟の契約を破棄し、MLB チームとの近い将来の契約を目指すというツイートがありました。そしてロドリゲス投手はドミニカ共和国に数時間前に到着したということですね。亡命の噂っていうのはちらほら回ったんですね。キューバの選手、野球選手に限らず、オリンピックとか WBC とか、まあ、国際系の大会で海外に行って、まあ、そのまま帰ってこないっていうのがあるわけですね。ジャリエル投手も、まあ、その噂があったんですけれども、本当に現実のものになってしまったという感じでございます。では、ジャリエル投手、メジャーリーグでの年俸であったり、起用法についても報道がありまして、こちら見ていきましょう。年俸や起用法についても、このロメロ記者から報道があります。メジャーリーグのスカウトによれば、ロドリゲス投手は5年5000万ドル、約65億5000万円前後の契約を結ぶ可能性がある。評価は先発ローテで3から5番手ということで、年俸に関しましてはもう大きく上がるということは間違いなさそうですね。そして中日ドラゴンズではリリーフとして大ブレイクしたロドリゲス投手なんですけれども、メジャーリーグでは WBC と同様に先発で起用される、まあ、こういった見込みになっているそうですね。ロドリゲス投手 WBC でも先発で投げて、それなりにいい成績は残っています。来日がライデル投手よりも遅れているということで、しばらく、まあ、調整法も WBC の先発と中日でのリリーフということで変わるということで、まあ、様子を見ていくという感じだったんですけれども、そもそも来日しない、契約破棄ということになってしまう可能性があります。ではファンからも悲鳴の声が上がっていると、こちらも見ていきましょう。ファンからの悲鳴の声、亡命の噂はあったけれども本当にこうなってしまうとはというところ、やっぱりそういった声が多いですよね。最優秀中継ぎ投手がいなくなってしまう、まあ、これはチームにとってもとんでもない損失だと。やっぱりまあ中継ぎピッチャーはもちろん重要ですし、チームの軸となる選手ですから、まあ、いきなりいなくなってしまうと開幕目前して、まあ、かなり大きいですよね。まあ、戦力的なダウンっていうのももちろんそうだけれども、まあ、これまで中日で頑張ってくれたピッチャーが亡命していなくなってしまうっていうのは気持ち的にもすごく悲しいと、まあ、これも間違いないですね。あとは中継ぎ藤島投手、福投手、そして福島投手が離脱していて、祖父江投手は不調だし、ロドリゲス投手離脱でどうなっちゃうんだという声が結構上がっていました。以上です。